このぜひ議事録を見ていただきたいんですが、えー、この議事録は承知していますね楠木長官官房長。お答えいたします。ご指摘の1923年、大正12年12月当時の帝国議会におけるうご議論につきましては、帝国議会会議録に記録がされているものと承知しております。 福島みずほ君、えー、永井龍太郎議員はこう言ってるんです、震災直後発生したる不祥事は流言飛語であるがごとく言うておられます。 でちょっとはしりますが、もし、流言飛行に出たものでありまするならば、その流言飛行を取り締まるべきところの、政府自ら出したところの流言飛行に対して、政府は責任を感じないのかって言ってるわけです、まさにこの電信本を掲げて、流言飛行は政府が出してるじゃないか、政府はこれ責任を感じないのかということを、年前に聞いてるんですよどうですすよどうか楠木長官官房長。 お答えいたします警察庁におきましては調査した限りご指摘のような事実関係を確認することのできる記憶が見当たらない状況でございましてお答えすることは困難であることについてご理解をいただきたいと思います福島みず君違いますよ電子新聞がありそれはちゃんと公文書館に保管されているそして議事録で100年前に日本の国会議員が電子新聞を掲げて私と同じ文章の読み上げですよ読み上げて違うでしょと まさに国の責任でしょと、流言飛行を人々が出したっていうふうに言ってるけれど、不祥事は流言飛行であるがごとく言うておられますとち、でも違うと、流言飛行に出たものであるならば、その流言飛行を取り締まるべきところの、政府自ら出したところの流言飛行ですよ、朝鮮人が放火している、朝鮮人が、えー、爆弾を持っているっていう、そこですよ、でこれからこれを取り締まれ。 改善令引いたんだから、各地でこれは注意しろっていうのを出しているわけで、政府自ら出したところの流言飛語に対して、責任を感じないのかって言ってるわけで、これはその通りですよ、政府はこの電信分について否定などしていませんよ、調査しますっていうことを、あの当時、総理大臣言ってるんですね。